ベップ・シ明治10年9月24日は、日本の武士、陸軍軍人。高下4年、鹿児島軍吉野村実方で、ベップ郎の第二子として生まれる。忌名は影長、通称を新助という。長兄は別府九郎、ベップ郎いとこの霧の年明とは、実の兄弟以上に、仲が良かった。母親戦争では、上下四番小隊の分隊長として、 白川城攻防戦、棚倉、日本松戦で戦い、藍津若松進撃の際は、河村式の元十六強の戦いで優先した。明治二年、鹿児島城備隊が作られた時、大隊中の小隊長となった。明治四年、西郷隆盛が、廃藩地県に備えて、兵を率いて上京した時、小隊を率いて従い、御神兵に編入され、ついで、 このエリク軍大員に任ぜられた。明治5年、聖官論に関連して西郷が、満州、朝鮮偵察を命じた際には、北村重より、河村博代と共に、外務大、進む、花房吉室の随員という形で、不残に赴き、反復を着、官房をいただき、変装して2ヶ月近く朝鮮内地を偵察した。貴重の後、霧の都明邸を訪れるや、 問題より、鳥林八道を蹂躙するは、我が二三が中退にしてたれりと叫んだと言われる。この後、少佐に昇進した。明治六年、生漢論が破裂して西郷が下野すると、すぐさま少佐の職を投げ打って、鹿児島に帰った。明治七年、鹿児島に、青年教養のための私学校が作られた時は、その創設に尽力した。明治八年、県令へ。 大山綱吉が西号に、区長、副区長の推薦を依頼したとき、推薦されて、カジキ外志号の区長となった。明治10年、私学校本校の代表儀で出兵に決すると、別府は、カジキ、国部、調査、重富、山田、溝部座との兵を募って、独立大隊を組織し、その連合式長となって、先発北上した。二月二十日、 この大隊が、川尻で、熊本鎮大偵察部隊と遭遇戦をしたのが、西南戦争の実戦の始まりである。ついで皇族の大隊とともに、熊本城を行為した。行為戦では別府は、篠原国本、村田新八らと共に、背面軍を指揮した。2月24日、第1旅団、第2旅団が南関に着くと、 池上四郎に抗議軍の指揮を任せ、長山八一郎は政府軍上陸の抑えとして海岸線を守備し、桐野が山が篠原が田原に北上し、新助も村田新八と共に木戸目に進出して政府軍を攻撃した。山が田原が陥落し、私学校生徒の戦士が相次いだため、3月、別府は鹿児島へ帰り、4月、 新津ルの,の兵1500名を率いて北上した。4月3日、辺見十郎太と共に、人吉から熊川を下って、八代を攻め、政府軍を南北から攻撃しようとしたが、萩原堤の戦いで敗れ、足に重傷を負って、人吉に退いた。後に再び鹿児島へ帰り、温泉療養しながら、横川に本営を置いて、新部隊、後進隊などを指揮し、 薩摩、大隅、日向で戦ったが振るわず、8月17日、西郷に従い、河合、学を取っ囲いして、九州南部山岳を踏破して、鹿児島へ帰った。この間、足の負傷が言えず、山籠に乗って移動した。9月24日、西郷のほら前に整列した44名は、岩崎口へ進撃し、途中、銃弾で負傷した西郷に命じられ、 新助は、籠から下り、ごめんなった文士と叫び、拝礼している最後を解釈した。その後、段の中で自決した。表年三十一、西南紀伝に、別府新助を、天使春草、言語名籍、短期人に、家具、その人に望むや、京を引き、春を踊らせ、剣を砕き、栄を落とし入れ、すなわち、身をもって衆に。 佐吉、向公う前中りしというと評しているが、この絵将校の時に給料を、配下の将校と平等に分け合ったという逸話も残っていて、欲のない公平な人柄を忍ばせる。ありがとうございます。